あ、じゃあちょっとパワーチェックが終わりました。馬力の方がこちら、馬力の方が計測馬力 195.1 で、修正が 208.1 馬力で、トルクが20キロですね。ちょっと純正の馬力と比べるとだいぶ低いんですけど、実はリミッターカットしてなくて今回4速で測ってます。なのでその影響もあるのと、多分季節柄ちょっと暑いんで、まあパワー出てないのかなっていうのと、まあ排気も変えてるんで、今さっき変えたばっかりなんで、マフラーの方はちょっとまだいろいろ合ってないのかなっていうのもありますね。で、ピークパワーが多分7800回転んかなのところかな、194.3、207.3、まあこのあたりですね。トルクは6800あたりが一番出てますね。でも結構下からやっぱトルク綺麗に出てますね。うん。でちょっとまあ今度排気と、あ、吸気と ECU もやってどれぐらい化けるかちょっと楽しみですね。はい。でこちらが一応グラフですね。で一応 S2000 の AP2 の 2.2 リッターの型になりますね。はい。で青い方がトルクなんですけど、やっぱ下からこうトルクフルなフラットな感じでやっぱ上まで出てますね。でまあ馬力の曲線もまあ綺麗に上がってますよね。やっぱ多分ここの部分、これが多分もしかしたら VTEC に入ってるところなのかな、一気にこう上がってるんで、もしかしたらそこが VTEC の切り替えのポイントかもしれません。はい。で一応こんな感じで、じゃあ馬力のチェックは終わりになります。はい。